おはようございます。ちょっと遅れてしまいました。ちょっと目がなんか今日は晴れぼったいんですけど、それでは今日のなんかちょっといつもより二重幅広いですよね今日。もう遅れちゃってごめんなさい。はい、では今日本日のラインナップを紹介したいと思います。ショートバージョンですけれども、じゃん。まずは朝の挨拶、そして次は STU 体操、そして次はゆで卵アート、そして今日はプロフィール、そして送り出しと、この5つのラインナップでちょっと短いですけれども、このショールームの今日の朝はこのようなショールームになっております。ではまず朝の挨拶です。皆さんおはようございます。おはようございます。まだ起きたばっかりなんですけど、皆さんいかがですか。今日朝起きたらもう前髪がなんか短くなってるんですよね。どうしようと思って、すごい前髪が短くなってるんですけど、いかがですか。そう、日に日にどんどん、いや抜けてないですね。はい、抜けてはないんですけど、そう、前髪がめちゃくちゃ短く引っ込んでる。なんかこう眉毛をこう上にこうこうやったらお前になるんで、こう上にするとお前にならないって。いや短くなることあるんですよね、朝起きた。だからこうこうやったらちょっとお前になるので、こう特技かもしれない。はい、皆さんの朝はいかがでしたか。本日の朝はお目覚めはいかがですか。なんかとぼけた感じ。私がですか今の。最近の花粉飛んでるんじゃないですか。なんか鼻かゆいんだけど、もう花粉症じゃないんですけど花粉症じゃないんですけど、鼻がかゆいので、なんかきっと花粉が飛んでますね。これはSTU 体操の準備してました。お！ということで、それでは続いての項目に行きたいと思います。花粉症でもしようね。花粉症じゃないんですけど、花粉症じゃないけど知ったげに花粉症のこと言ってるんですけど、結構花粉症飛んでない。あ、年中飛んでるんだ花粉って。じゃあ私が反応する花粉が今飛んでますね。それでは皆さん、続いての STU 体操に行こうと思いますけど、皆さん準備はいいですか。画面の前で立ってください。今からもう STU 体操が始まりますよ。やばい、前髪が短い。準備はいいですか。それでは行きたいと思います。 STU 体操です。はい、この音を聞いたらね、全神経を奮い立たせて、はい、首から回していきます。せーの、反対、右、首凝ってる。次左、
右足タッチ、あ、左足タッチ、あ、右足タッチ、はい、しゃがんで右手から拳を上に突き上げて、前足タッチ、後ろ足タッチ、前足タッチ、後ろ足タッチ、しゃがんでパッ、しゃがんでパッ、しゃがんで、最近トゲトゲがないって言われたんで、確かに思って、振り返る、後ろ、振り向き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 、はい、肩を回しますね。この次トゲトゲなんですよね。回します、早く回して、トゲ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 、かかとを上げます、はい、1,2 膝上げて、あれ、膝上げて、膝上げて、腹筋、反対、あれ、短い、もう一回こっち、次しゃがみますね、しゃがんで起き上がる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 、はい、それではちょっと皆さん一旦休憩ですかね。次は顔の体操に行きますから、皆さん準備してください。行きますよ、ウインク行きます、ウインク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 、次いただきます、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 振りますね、これ、 1,2 1,2 1,2、しゃがんでば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 、激しい深呼吸、もうこれはこんだけ朝から動くと、もう朝からこうなるってことですから、画面の前の皆さんもこれだけ前髪が荒ぶってるっていう想像しながら、本日のショールームも楽しんでいきましょう。この STU 体操がなんかメインみたいなとこありません？このなんか朝のショールームの目的は STU 体操ですから、カイココア体操、カイココア体操作ってもらおうかな、 STU 体操作った時に、ん、 STU 体操作ってもらった人にカイココア体操どんなのが作れるかな、 あ、 こっちこっち、これ私考えたやつ絶対入ります、マイケン体操絶対入ります、それもうマイケン体操じゃん、私じゃないそれはもうマイケン体操になるんですけど、はい、では STU 体操していただきました。ではね、
STU 体制が終わったということで。次はゆで卵アートに行きたいと思います。こちらですね。え、今日何日ですか？24日。今日あれ、ではゆで卵アートに行きたいと思います。23日か。それでは本日のゆで卵アートです。これゆで卵冷蔵庫に入れて外に出したらちょっと汗かかねすにゆで卵ちゃん。いただきます。あ、じゃもう暑いのでもうこの子もバテちゃってるって感じで。あー伝わる伝わる。うん、でき、あ、待て、あの濡れててかけない。もうゆで卵が濡れてる。まあよし、かけました。ではこちらになります。本日のゆで卵はこちらです。どーん、完成。もうねこれ最近暑くてっていう顔のあのゆで卵がギブアップゆで卵ちゃんです。はい、本日のゆで卵ちゃんこちらになっております。ギブアップゆで卵、いや同じ顔です。じゃこの子と同じ顔。難しい。どうでしたか？あ、もう口な感じが似てますか？こうあのなんか言われたんですけど、このあのゆで卵の握り方なんか野球ボールみたいに持たんでみたいな。まあゆで卵にね似てるって言われるんですけどね、なこれもなんかちょっと肌色だしね。はい、では本日のゆで卵アートです。この子に名前をつけてみてください。この子、いや、あのでも暑さにもう耐えれなくなってるのでギブアップエッグちゃんでいいんですか？ギブエッグ。いや卵与えるみたいな。 I give us egg。ライティング、ロートバイココア。ギブエッグ。まあね、可愛いってことで、まあ OK ですね。はい、
本日のゆで卵アートでした。それではですね、この次の気になるこのプロフィールに移りたいと思うんですけど、あの皆さん、あの私のプロフィールを見たことがありますでしょうか。本日はプロフィールに書かれてあるあの私の解説をしたいんですけど、あの公式プロフィールのことを解説することってあんまりないじゃないですか。なので ST の公式プロフィールを解説していきたいと思います。私のプロフィールを見ていただけたことがあるでしょうか。はい、あのもう5年目にして、まあ大体なんかプロフィール毎年聞かれることをやっと分かったんですよ。ってことで、あの好きな食べ物と好きな食べ物が多いと思うんですけど、これは1年を通してあのもう書いたんですよ。もう好きだなと思ったら書く、なんか好きだなと思ったら書く。おう、身長の欄ある。身長も伸びました。なんか最近1日牛乳1本ぐらい飲んでるんですよね最近。なんかじゃけ伸びたかも。はい、あとね、瀬戸内でおすすめのものは、これ書きすぎたらちょっとくどいなって思って、あのずっと書き続けてるちりめんを書いたんですけど、そしてですね、あの横に広島ラーメンってあるんですけど、あのなんか前テレビ出た時に、あの NHK さんのテレビに出させていただいた時に、あの広島の麺料理についてなんかあのなんか勉強したんですよ。千穂ちゃんと、まあ、出たやつなんだけど、千穂と出たやつで、あのその時になんか瀬戸内の麺発信する先陣切って発信していくんで私がみたいなこと言ったんで、もうこれは言ったからには書かんとまあダメだよねって感じで書きました。はい、そしてですね、趣味もなんかあのもうこれだと思ったことを書いてますね。だからあの多分今年からの特技のところに、あの卵に、あ趣味に卵ゆで卵アートって追加されると思いますね。では来年のプロフィールもお楽しみにしておいてください。以上プロフィール解説でした。ではね、続いて送り出しをしていきたいと思います。皆さん本日はあのちょっとショールームするの遅れちゃって申し訳ございません。今日4時半になんか寒くて起きたんですよ。あの昨日カープのあの扇風機をなんかこうつけたまま置いたまま寝てて、あのつけて置いたまま寝てて、そうずっと風を浴びながら寝てて寒くて起きたんですよ。まあ起きたって言っても4時半とかなんですけど、もう朝に起きたんですけど、ということでアラームが鳴ったということで、はい、ちょっと遅れちゃって申し訳ございませんでした。はい、朝から見てくれてありがとうございました。すごい昨日なんじゃこりゃ。はい、ということでランキングを見ます。13位なおさん、12位こげぱんさん、11位メガネおばちゃんさん、10位カイトさん、9位ダンスさん、8位ヒサさん、7位ネココアさん、6位タクドさん、5位スエンさん、4位ケブピ H さん、3位かもめまきさん、2位ようさん、1位はのっしーさんです。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見ていただきありがとうございました。あの明日木曜日ということで、きっとあのあれですね、きっとあの何でしたっけ、
あれがあるんですよね。木曜日雪瀬戸チャレ。私は出ないんですけど STA の番組ですのでぜひ見てください。金曜深夜でね、木曜ですね。ではぜひ見てください。はい、ではここら辺で放送を終了します。 STA のいろんな番組もチェックしてください。では放送終了します。放送終了まで5、4、3、2、1、バイバーイ。ありがとうございました。みんないってらっしゃい。頑張れ ST48 の回復